不倫関係にある男性とどのように関係を終わらせるか今日はこの問題についてご紹介をしていきたいと思いますぜひ最後までお付き合いくださいこんにちは小川健治ですこのチャンネルでは人間の思考や行動の本質にフォーカスすることで恋愛や仕事などあなたの日常をより豊かにしていくためのアイディアやヒントを紹介しています 動画はほぼ毎日更新しています。最新動画を見逃さないためにもチャンネル登録をよろしくお願いいたします。また、僕への個別具体的なご質問、ご相談については、僕の個別セッションにお越しください。お付き合いするお相手が既婚者だった。もしくは、あなたが既、ねえー、婚者で独身者と付き合ってまあ、お互いが既、ね、婚者というケースもあるでしょう。 まあそれをね、えーと、いいとか悪いとかっていう話をするつもりは僕はなくて、えー、いつも申し上げているようにね、まあ、最後は最後はあなたの選択、あなたのご判断だから、あなたにとってハッピーになる道を選べばいい。ただそれだけなんです。世の中的にはね、まあ、不倫と聞いただけで、えー、もう本当にね、クズなやること、もう本当に汚らわしいというふうにね、思う方もいっぱいいるでしょう。まあそういう価値観もあってもいいと思うし、えー、一方でね、えー、いやいやそうじゃないじゃんっていう方も、 ねえー、でもいいしまあ僕は別にね人んの,のことですから、えーまあ、その人が納得いくような形でやればいいんじゃないのとまあね人んの,の価値観、まあ、その人の人生観を他人がどこう言う筋合いもないんじゃないかなと、まあ、個人的には思っているので、えー、まあ好きにやってとただまあねじゃあそういう関係でもちょっとそろそろ生産したいなとか、まあ、生産したいけどできないなとかまあいろいろあると思うんです でまあ中にはね一方で関係長続きさせていきたいっていう人もいてまあそういう人はね、えー、とこういう話を、えー、まあ今日のテーマと真逆,真逆だったりしますけど、ね、こういう話を、えー、としたいとかしています。えー、とここに、まあ、過去の参考リストがね、えーえー、過去の動画リストか、まあ、不倫絡みの動画は全部ここにこうリストで載ってるんでね。ね えこの辺まあ一連の話を見ていただけるとまあ継続したい人もまあお別れしたい人もねまあこの辺の話で大体網羅しているかなと思います。で今日はその中でも不倫をまあしていてでちょっと関係を生産したいなとまあ思っている人がまあどうそれをうまく終わりにさせていくかという話をしていこうと思います。 まあお話どうしようかなと思ったんですけど、むしいのは、やっぱりなぜ清算したいかっていうその理由にもよるんですよね。単に相手が嫌いだからっていう場合もあるでしょう。単純にね、不毛だからっていうふうに思う場合もあるかもしれないし、まあ亭主にバレそうだとかね、お相手の嫁さんにバレそうだとか、えまあだったらちょっとどうしようかとか、まあいろんなパターンがある。で、えーと、まあ個別具体的にいくと、もう話がね、え終わらなくなっていくので、 その辺、10波人柄げにね、えー、まとめてちょっとお話をさせていただいて、えーまあ、細かいところはまた僕の個別セッションの方にでもね、来ていただいてご相談に乗らせていただこうかなというふうに思います。で、えっ、ー、と、分、まあ、別れたいなと思った時に取るべき手段というのは、3つ、3つのステップということで、えー、ご紹介をしていきますが、まず第1に、まあ、不倫関係ですからね。これはもう大前提として、 え、忘れてはいけないことは、それ自体をね、やっぱり必ずなかったことにしなきゃいけないですよね。もう生産するにあたってはね。えー、過去の思い出としてあなたの心の中にはあってはいいけども、後になってね、えー、表に出てくるようなことがあっては、絶対にいけないことだから、えー、必ずね、やっぱりこう、彼が後で暴れたりとか、えー、よくわかんないところでね、ひょっとしたところからあなたのご主人とかが過去のあなたの面のやり取りとかを見たりするっていうことがあっては、絶対にいけない。 ですよね、だからそういう意味ではちょっと事前準備をしなければいけなくて、えー、ちゃんと、ね、こう彼が暴れる人間か暴れない人間かとか、ねえー、ちょっと気をつけた方がいいのは特に、ね、不倫男性とか既、えーまあ、婚者と付き合う男もそうだし、まあ、自分が既婚者の男もそうなんだけど不倫する男にありがちな傾向としては、ね、やっぱり女性以上に執着する方ってすごく多いので、えー、あなたが、ね、こうさよならって言った時に、ね、いやいやそんなん困るわ。 やめるってたまるかみたいなねこと言うケースって男の人って今までね散々疎遠にしてたくせにね何なんだお前っていうふうに思うかもしれませんけど大体そういうパターンってね少なくないえなのでやっぱりね多少彼にとってえまあこのまま言ってもちょっとメリットがないというかえ彼がねちょっと別れた方がいいんじゃないかなというようなまあ素振りをあなたの方から見せておいてねいきなりバーンってやると 暴れたりするケースもあったりするので、まあ、ある程度こう彼にそういう雰囲気を匂わせておいて、えー、まあ、私の方向性としてはもう離れますよということで、彼にもその準備をね、えー、ちゃんとさせておくこと、そして証拠が出てこないように、まあ、証拠をね、ある程度こう整理をしておきながら、全くね、もうなかったっていう形で収めていくと。だからまあ、ちょっとね、ストーカーまがいの人になりそうだとか、ちょっと危なそうだっていうか、 ことであれば、まあ、ちょっとそれはそれでね、また別の対応を考えた方がいいんだけども、とにかく、後になって、えー、話がね、こう、表に出てくるというか、えー、それは彼が発表するか、何かしらの文章が出てくるかとか、えー、そういうことじゃなくてね、えーあ、そういうことがないように、えー、事前の準備をちゃんとしておくことが、まず最初のステップね。で、二、えー、2番目です。もう、これは、えっ、ー、と、あとは、あなたがね、こう、 感覚的には別れたいなと思っても、心情的にはね、結構難しいと思うんですよね、えー。まあまあまあ、一応別れる準備をしました。まあまあ、そろそろいいかなと思っても、いや、やっぱりでもあの人いないと困るような。いや、離れた方がいいのはわかる。えー、このまま行ってもね、不毛だなっていうこともなんとなく感じてる。だけども、やっぱり、 ね、まあ自分の定種を見てもあんまりドキドキしないし、まあもしかなたが独身で特にこれと言ってね、えー、特別な相手がいるわけじゃないし、やっぱりあの人が一番いいなってね、えー、いうふうにこう考えちゃうじゃないですか。だとしてもね、えっ、ー、と、もうこれはね、やるしかないですね。もう、 関係をあなたから切ることですよ、えー、ともういきなりね、連絡立ってさよならでもいいし、まあそれだとちょっと危ないな、いろんな意味で。危ないなっていうことであれば、まあ一言二言、えー、彼に連絡を入れて、まあちょっともう会わないことにしますと、ごめんねっていうことで、えー、ね、もうスパンと切ると。 いいですか話し合いをしないことですよ。話し合いを絶対に、えー、してはいけない。話し合いをすると、彼はひっくり返しに来るんでね。必ずね。えー、だから、ひっくり返しに来られると、あなたは今、ね、やっぱりまだちょっと心情的にどうかなと思ってるじゃないですか。思ってるとね、それひっくり返っちゃうからねで。むしろやっぱり心情的にそう思ってるってことは、ひっくり返されたいとかいうね、願望も心のどっかにあったりするんですよね。だから、結局、話し合いをするということは、イコール、 ね、えー、ひっくり返してほしいっていうのと同じことだから、だからもう遮断、えー、一切の連絡を、えー、足すことです、えー。もちろんそうするとあなたにとってはね、凹むこともあるでしょうと、えー、もちろんそれでね、悲しくて痛いな、今までそこにあったものがいなくなるわけだから、今までね、あなたの心を潤してくれていた人との関係がね、なくなる。まあこれは寂しいし、辛いし、しんどいなとは思うかもしれませんが、でもね、えっ、ー、と、これ、 考えた方がいいのは、やっぱり相対的にね、今の辛さとね、今の辛さと、えっ、ー、と、今の延長で行ってね、彼からいきなり別れを告げられたり、えー、今の延長で行って、まあ向こうの嫁さんにバレるとかね、あなたの亭主にバレるとかして、関係がぐしゃってなる時の悲しみと、まあどっちの悲しみ、どっちの痛みの方が大きいかっていうことを、まあここはもう合理的に考えていくしかないよね、本当に。 もうしょうがないもんだって。えっ、ー、と、今のまんま言ったって幸せにならないわけだから。てか、まあ実際になるかどうかわからんけど、あなたの中ではならないと思ってるからそういう話になってるわけでしょ。だったらもうどっかでね、パーンってやるしかなくて。えー、まあもちろんやり方はね、えっ、ー、と、まあ冒頭にも言ったように個別具体的にいろいろあるんだけども、まあ基本的なスタイルとしては、もうあなたから、えー、関係を切ることで、痛みはね、多いんです。いいですか必ず、えっ、ー、と、別れが来るということは、 悲しみはあるし、痛みもあるし、えー、涙を流すこともあるでしょう。あとは、それをいかに軽減していくかっていう考えですからね。悲しくないように別れようじゃなくて、痛くないように別れようじゃなくて、もうね、何やったって痛いの。何やったって苦しいし、何やったってしんどいの。だったらそれを、極力軽く、 していくこと。それが、その後のね、ええー、まあ、またこう復活していくときにね、やっぱりここまで落ち込んだから復活するのとね、まあ、このぐらいで落ち込んで復活するのでは違うわけだから、あなたから行った方が、その傷の深さというのは軽いよね、と、えー、いうことでお考えになった方がいいのかなと。だから話し合いとかね、しないでもう、あなたの側から、ええー、さようならアバよということで、ええー、関係を終わらせにさせること。 さあ、そして、えー、3番目のステップは、もうね、お分かりですよね、ここまで来たらね。えっ、ー、と、以後、連絡を一切取らないことですね。えー、以後、一切連絡を取らないし、まあ、万々が一ね、万々が一、何かしらの形で連絡をしなければいけないこと。例えば、まあ、貸してるお金の問題とかね、えー、何か,か、えー、仕事上絡まなければいけない問題とか、まあ、何かしらね、預けているもの、 等々に関しては、もうこれはもう、まんまんが一ですよ。連絡、それも連絡取らない方がいいんだけど、取らざるを得ない場合は、もう事務的に。いいですか感情を押し殺して、事務的に。えー、あなたがね、ちょっとしたこう、事務的な連絡をしたとするでしょえっ、ー、と、あの本そういえばお返ししなければいけないので、お送りしますね、なんて返ってくると、えー、送ると彼からね、よくわかんないラブメールが返ってくるんだよね。やっぱりね、君のこと考えてると、夜も眠れない。やっぱりまたお会いしたいな、みたいなこと返ってくる。 バカだからね。こいつもね。あの、別れてるのにそんなこと言ってくるんです。あわよくばを狙ってね。だからそんなのに答えないことです。まあそういうね、えー、話はもう一切スルーして事務的なやり取りだけをする。心はね、痛いかもしれない。まあその時もね、えー、あ、そういうふうに言ってくれる人ってこの人しかおらんとかね、えー、考えちゃうかもしれませんけど、それはすべて錯覚だから。 あの人だけじゃないからね、そういうふうに言ってくれるのはね、他にして、他の人にも、他にもそういうこと言ってくれる人いるので、えー、ね、彼しかおらんなっていうふうに、もう考えないことです。だからそこはもう事務的に粛々と、えと、ー、関係をさよならをしていくと。で、えっ、ー、と、まあ最初は辛くてしんどい話でもね、これも、まあ僕のところでいらっしゃってる方には皆さんに申し上げてるんですけど、やがてその傷はね、癒えていくんで、えー、やっぱり今あったものはなくなるってことはやっぱり痛い。 ですよ今までねあなたの心を100のうち、えー、それがたとえ不倫であろうともね40の割合彼が占めていたとするならばやっぱり40が心の中からなくなっていくそこはやっぱり隙間ができるんでねその隙間がねやっぱりこう寂しいしこうどうしていいか分かんないから不安定にもなったりもするじゃあその40の隙間っていうのはでもずっとねこれ放置されたまんま空いたまんまかっていうとそうじゃなくて世の中ってそれほどね ね、心に40%も隙間作ったまま生きてるほど甘くないんでね、世の中はね。勝手に埋まっていくんです。仕事の問題とかね、自分ちのお子さんのこととか、定子の問題とかね、まあ実家の両親が、えー、介護の問題が出てきたりとか、まああとあなたが独身であればね、いよいよ本当に自分の結婚のことを考えなきゃいけないとか、いろんなことを考えまあそうするうちに、まあその40%ってだ,だんだん埋まっていって、まあ半年も1年もすれば、あ、 そういえば、私も昔、若い頃不倫してたよね、ははーなんていうことで、まあ、笑って酒飲んで終わってますよ。あの、まあ、それが半年なのか一年なのか、その傷の深さはね、人によるんだけども、だから、そうなっていく、その未来の自分、もっともっと良くなっていく自分っていうのをね、ちゃんと想像していただきたいんですよね。失うことだけじゃなくてね。そして、失ったとしても、言ってみればそれ不倫だからね、あの、あなたが逆の立場でね、逆の立場でっていうか、あなたのお友達なり後輩がさ、 私、こんなん人がいてね、えー、こんなん人とうまくやっていて、まあ今までうまくやってたんだけど、そろそろ別れを生産しようかな、なんていうふうにちょっと考えてるんですよ、なんていうふうにね、ね、えー、なんとかちゃん、私、ね、こういう子がおって、こういう人がおってね、えー、こういう人とちょっと別れ,かどう別れようかどうしようか悩むんやけど、なんとかちゃん、どう思うよ、なんていうふうに、ね、相談されたら、あなたはなんて言うかっていう話だよね。いや、<laughs> 別れなさいって言うでしょ。まあ、ね、えー、いや別にそれが、 心からね、その人を愛していて、えー、不倫だろうが何だろうが知ったことがと、えー、私はこの人と寄り,、えー、寄り添って、添り遂げていくんだと、仮にね、結婚とかそういうことがなかったって別に構わないと。えー、この人がいるだけで幸せだから、別にそれになんか文句あんのって言われたら、いやいや、それはどうぞって話だけど、ねえー、もう迷ってる、もう別れたい。 どうしましょうって言われたら、いや、もう多分ね、僕が今ここまで言ったような話をあなた同じこと多分彼女に言うと思うんだよね。えー、それを自分自身でもやることですよ。えー、やっぱりね、別れようとか思ってる時点で、もうどうなのかなと思ってる時点でね、やっぱりちょっともうその関係はね、やっぱり難しいよね。 あなたにとって、あなたにとって、その迷いを感じながら、別れようかなと思いでも彼と会うと戻されて、で、別れようかなと思いながらまた彼と会うと戻されてっていうと、疲弊するだけだし、そして、ね。 また一緒にいる時間が長くなっていくからさっきも言ったように心の、ね、中で彼が締める比率っていうのはどん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 大きくなっていくから <laughs> ますますこう離れられなくなって、ね、別れたいけど別れられないというよくわかんない状態を続けていて気づいたうちにはねあなたはだん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 彼に卑屈になって彼にはめんどくさいと思われてあこの女リスクだななんて思われて、ねえー、気づいた時には不倫男を冷めてどっか行っちゃったりするんですねだから不倫男は冷める理由みたいな話もねここでしてますよねえー、まあリンク先が ここに出てますけどだから、もうね、そろそろあかんかなと、えー、思うようだったら、あとはもうそれを素早く、あとはあなたが決めるだけなんでね、それを綺麗に別れようとしないことです、傷つかないように、えー、痛みを負わないように、えー、別れようっていうのはね、考えない方がいいですよ、それぐらいね、でも傷ついた方がいいよ、だって、ねまあ言ってみれば、どっからでね、誰かはあなたも裏切ってるわけだし。 目に見えないところで誰かを傷つけてるわけだから、まあそこでね、あなたも傷ついて痛い思いをするぐらいの、まあそのぐらいの十字架はね、背負った方がいい。あの、みんなに言ってるんですけど。ね、えー、まあ自分だけ傷つかないで、まあことね、えー、穏やかに全て幸せでハッピーでいいかなってね、そういうわけにもいかないんでね、えー、やっぱりその不倫という十字架をあなた自身が背負って、そういうリスクがあるということで、 えー、お付き合いをして、そして別れが来る。その時に痛みを感じる。うん、まあ辛い思いをするとかね、苦しい思いをするっていうのはもうしょうがないよね。それはね、最初から分かってることだから。でも、早いうちにね、えー、それを自分で決めて、えー、今ご紹介させてあげたの3つのステップを踏んでね、とっとと、終わりっていうふうにしてしまえば、後あ々とあと楽なんで、で、まあそこはあとはまあ具体的にね、まあどういうふうにすればいいのかなって、 どういうステップを踏めばいいのかな。まあそこはお相手次第状況次第、あなたのご年齢とかね、相手との環境によって違うから、えー、そこはいつも通りね、えー、僕の個別のセッションの方にでもお越しいただければ、えー、ご相談に乗らせていただけることは、ご相談に乗らせていただこうかなと思うので、まあ、そちらにお越しいただければと思います。えっ、ー、と、いろんな考え方があっていいと思います。あの、不倫がね、いいとか悪いとかっていうのをいつも言うように、僕はあの、そこをね、えー、社会常識に当てはめて、えー、判断を ね、した方がいいっていうことを言うつもりは全くなくて。大事なことは、あなたの人生にとって、どれだけやっぱり死するか、あなたの未来の幸せにとってね、どれぐらい死するかなんです。たとえお相手が既婚者であなたが既婚者だったとしても、ね、まあそれで誰かに迷惑かけると困るけども、でも最後の最後はね、やっぱり自分の人生なんで、それがあなたにとって本当に価値あることだったら、その道をね、貫いていけばいい。ただ、苦しいだけ。 ただ、なんとなく今のね、寂しさ紛らわすためだけにそっちに流れてるんだけど、後になって考えてみたらね、何だったんだあれと。まあ思うような関係だったら、えー、終わりにした方がいいし、ましてやそれを分かっていて、うん、まあちょっとそろそろ関係どうなのかななんて言ってるぐらいだったらとっととやれっていう、ただそれだけの話だからね、えー、あとはあなたの選択ということで、えーまあ、考えてみていただくといいのではないでしょうか。ということで、現場からは以上です。